ヴィンセンティ、コルビンゴシェフスキヴィンセンティ・アレクサンデル・コルビンゴシェフスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族で、政治家、軍事指導者。スモレンスク県知事で著名な外交官だった、アレクサンデル・コルビンゴシェフスキの息子に生まれたが、若い頃については、よくわかっていない。ボローニャ大学で学んだ。1648年までに、リトアニア大全館の称号を得ており、 1650年11月21日から12月24日まで開かれた政務で議長を務めた。またゴシェフスキは共和国に軍人としても使え、1651年法兵隊長官に昇進した。翌年、ゴシェフスキはリトアニア財務長官の兼職を得たが、同時に軍事的なキャリアも積んでいき、1654年にはリトアニア野戦へトマンとなり、 フメリニツキーの反乱の鎮圧などに従軍することになった。大洪水と呼ばれる1655年からのスウェーデンによる共和国への侵攻では、彼は当初、リトアニアに強い影響力を持つリトアニア大へ、トマンのヤヌシュラジビウ公の政治方針に従って、スウェーデン王ガール十世に忠誠を誓った。しかし、後でゴシェフスキは自分の所属するリトアニア軍に反旗を翻し、 スウェーデン人と戦うポーランド軍に参加した。1656年、彼は自ら軍を率いて、ワルシャワの戦いに参戦した。ポーランド軍の敗北後、ゴシェフスキは、スウェーデン軍の戦線を横切って、プロイセンとマゾフシェ北部に置かれている敵側の戦線の背後に自軍を連れ込んだ。彼は、その後、プロストキの戦いとフィリップフの戦いに、相次いで勝利し、 特に前者の戦いでは敵となったボグスワフ・ラジビウコを打ち破った。その後スウェーデン軍がポーランドで軍事的敗北に追い込まれると、ゴシェフスキはベラハのノワ役及びビドゴシチの和訳の締結に尽力した。1654年にロシアツァーリ国が共和国に戦線復刻をした後、ゴシェフスキはリトアニア対抗国国境に自軍を移動させ、目立った戦果を上げながら戦った。 ところが1658年、彼は、ビエル機の戦いに敗れた直後、モスクワ軍に捕まって1662年まで、ロシアでの抑留生活を強いられた。帰国後、ゴシェフスキは、以前の地位を取り戻し、国王やんカジミエシュの支持者の一人となった。ゴシェフスキは、フランスの今月後、ルイ2世を生前に、後継者指名することで、 王権の強化を狙おうとする国王の政策を支持していた。このため1662年、ゴシェフスキは反王権派のリトアニアの連盟に拉致され、同年の11月29日に射殺された。ありがとうございます。